はい、こんにちは、エイキです。今回は募集動画です。第2回キャラ人気ランキングに1票をお願いします。ざっくり何をしてほしいかを共有しますと、 Google フォームで投票ページを作成しました。こちらのチャンネル内で行う第2回 SAO 人気キャラランキング企画です。皆さんにその投票ページ内で SAO の好きなキャラクターを選択してもらって、最終的な順位を決定し、このチャンネルの動画内でランキングにして発表します。キャラクターの別アバターは1人に合算となります。例えば血明騎士団のアスナとムンディーヌのアスナはアスナで合算します。投票期間は7月15日23時59分まで。ご投票よろしくお願いします。参考までに前回の SAO キャラ人気ランキングはどんな感じだったのかを紹介すると、同じように期間は1週間ほどで投票を募集しましたが、1週間最初から最後までずっと1位がシノンでした。募集した時期としては、劇場版プログレッシブ星なき夜のアリアが公開する直前だったので、アスナとかキリトとか旧 SAO 組に票が集まるかなとも思ったんですが、まさかのシノン一票でした。1位が全く動かなくて、逆に笑いながら2位以下の投票の動きを見ていましたが、最後にキリトが少し追い上げたかなって感じて2位になりました。それから時は流れ、劇場版プログレッシブが公開されて、ゲームではラストリコレクションがリリースされて、小説も28巻が刊行されて、様々なメディアで SAO に触れてきたので、キャラ人気ランキングも今回は変動があるのではないだろうか。これでまたシノンが一票だったらもう爆笑するしかないですね。投票の Google フォームのアンケートは概要欄に記載しています。ぜひ清き1票をお願いします。さて余談ですが、少しだけ今後の動画投稿についてお話しさせてください。現在の動画の投稿としては、1週間に1本は動画を出せて、それの切り抜きみたいに少しだけ編集してショート動画を出すって感じになっています。それが YouTube に向ける自分のリソースの限界で、本業の仕事とプライベートを崩さないガチのギリギリのラインです。それでもちょっと削って YouTube に心血を注いでいますが、今後も同じようなペースでの動画投稿になるかなと思います。とはいえ最近は動画にするネタがいまいち皆さんの需要に応えられているのかがわからなくなっていて、結構悩んでいます。 SAO が好きでアニメ派の方もいれば小説派の方もいて、何を動画にすれば最も需要に応えられるだろうと常日頃考えていますが、最近はちょっとネタがわからなくなってきました。そこで今後は皆さんのコメントを可能な限り反映させた動画を出したいなと思っていて、それが今回のようなキャラ人気ランキングだったり、他のテーマで皆さんから票を募ってランキングで動画化をしたり、またはネタそのものを募集するかもしれません。直近だと霧ヶ谷家と結城家の動画がまさにそうで、これはコメントをいただいた中からいいテーマだなと思って動画を作成しました。自分がテーマを選ぶとたまになんで今そこ動画にするみたいなエゴ丸出しになってしまうというか、需要から大きく外れてしまって動画を作って申し訳ない気持ちになるんですよね。加えて SAO という作品自体も物語の更新が頻繁にある作品じゃないので、テーマは割と自由ですし、意見を聞きながらチャンネルを動かせるかなと思います。なので今後は皆さんのコメントを可能な限り反映させた企画やネタ募集からも動画を出せたらと思います。とりあえず目下キャラ人気投票に1票くれるとありがたいです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。